義兄であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。よっと。よっと。よっと。やるじゃん。おらだ。うん。おらだ。うん。あっ。この。体。やるんだ。そのことの。くらえ。次だ。よっ。うん。魔法のピストル。やる。この。あのゴムポケット。やるじゃねえか。次だ。よっと、よっと、なれ。やろうか。やるじゃねえか。このゴムのポケット。このゴムのポケット。次だ。はっ、このゴム。どけ。やるぞ。追いつけねえよ。ロケット、このゴムを。おわっ。何？この。やるぞ。やるぞ。このゴムを。変な体力を使わせやがって。このロケット、このゴムを。レッド。ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場。死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。わかってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。あだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の。
間になってみる。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。おい、いい加減におっしゃべれる。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな、話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクターベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦う。会うことさらに、俺に任せろ。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ、仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかける。一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、
押し破壊行くぞ。押し破その程度か。ただだ。こちらのバトン。おしゃれ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 。あだだ。このもののジェットガトリング。こちらのボス。押し掛かる。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし、重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。バギーはルフィに身代わりにされ、突如ミホークの前に放り出された。黒刀夜の一撃を受けるバギー。許さん、貴様、鷹の目だな。押し破壊。まだだ。その次のボ